ファルネーゼ様は変わられた。あの黒い剣士と出会ってから。いいもんですね。大人数で移動するんじゃなくて、こういうしんみりしたのも、いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ。寒いわ空腹だわろくでもない。それじゃあやっぱり生徒に帰りますか。黒い剣士は諦めて。そのつもりはない。大神院の連中に製鉄先士団は難民ともども怪物に飲み込まれてしまったと報告しろとでも言うのか。鋼鉄どころか下手をすれば異端審問にかけられるのがオチだ。それにあの屋敷にはもう戻る気はない。ファルネーゼ様と出会ったのもちょうどこんな雪の夜だった。雪倒れていたところを拾われ、その時からファルネーゼ様のものとなった。バンディミオン家、その財力は世界屈指。諸国の王家にもその血筋を多く送り込み、絶大な影響力を誇る名門中の名門。しかし親の愛は娘を物で埋め尽くすことで示され、広大な屋敷で文字通りファルネーゼ様は、小さな暴君である彼女の常軌を逸した行動は人を遠ざけた。イシドロどうなったかな。死んでなきゃいいけど。目つきの悪さと強情なとこ、なんとなくガッツに似てたな。ふざけろ。さて、追っ始めるか。用事があるとは思えんが。
き合ってる暇はねえんだよ。少し粘ってもらいたいもんだな。焦らして通るしかねえな。守りきれたようだな。ガッツの分まで全部食べちゃったよ。まずい。いいよ。でもちゃんと食べとかないと体持たないぞ。ただでさえ毎日日暮れから夜明けまで剣振りっぱなしなんだから。実際思ったよりきついもんだ。人一人かばいながら剣を振り続けるってのは。だがそれ以上にきついのは、見る影もないお前があの日々を去来させる。パック、お前の故郷ってのはどんなとこなんだ。そりゃもういいとこだぞ、エルフヘルム。そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる。年中無休トコハルのエルフィンパラダイス。おう、うるわしの我がふるさとよ。そんな夢みたいなところなら、なんでお前国を出たんだよ。
飽きちゃった。まさかこいつに頼ることになるとはな。今はどんなか細い望みにもすがるしかない。